麻雀スタジオ。半ちゃんを打ってみたいと思います。本当は上級宅の半ちゃんがあれば打ちたいとこなんですけど、上級宅はトンプーかサンマしかないので、まあちょっと気分転換に半ちゃんを打ってみたいなと。まあ、麻雀は半ちゃんが基本であって、トンプー戦とかブーマージャン的な短い短期勝負はどっちかといったら麻雀のそのペースではなくて、雀荘側の儲けを得るために短い時間で一局終わらせて馬台を回収すると、でたくさん馬台を打たせるっていう雀荘側目線でトンプー戦とかできたと思うんで、麻雀ではないんですよね。なのでまあ半ちゃんが一番いいんですけど、撮影の都合上ちょっと以前半ちゃんだと長引く可能性があって、なかなか撮影じゃなくてアップロードにちょっと不都合があって、ああ半ちゃんやめた方が良かったみたいなことがあった記憶があるので、まあいろいろ難しいとこですね、撮影時間とか。かといって売ってる最中に時間を気にしてたらというより人が集まんないかな。やっぱり MJ やってる人はトンプー戦が多いのかなって感じですね。一般宅のトンプー戦を多分回数的には一番売ってると思うんですけど、トンプー戦で時間かかるっていうことはないにもかかわらず、上級宅半ちゃんはやっぱり人集まんないっていうのが今までちょこちょこあったんで、これは想図が多いんで普通に本一ですね。しかも3面積も見えてるんで、ヤンウッパーソーの789と、まあこれ引いたらまあリーピンの可能性もあるかな。あ、なんか半ちゃんだと卓の色がちょっと濃いモスグリーン的な濃い色に見えます。で親だったらウーピン残して、リーチピンフもありなんですけど、子供なんでこの半ちゃん別に上がらなくていいんで夢を追いますね。で一応一ジャンと三メンツイーソーとトンパクでテンパイで、右はマンズかた、あ、タンヤオですね、タンヤオドラドラ、まあ、これはちょっと夢を追いたいですね。ソーズ2枚引けば大体テンパるんで、メンチンっていうのが多分今まで MJ シリーズでメンチンは1回もないと思うんで、でイーシャンテンサブロー急走にくっつけばテンパイなんで、まあどうやってもソード引けばくっつくでしょうと。ちょっとせめて親輪にちょっと追っかけしたいですね。鎮逸でちょっと上がれなくてもロン食らってもいいんで、あ、一番最低なシャンポンになっちゃった。ウッパッソーテンパイ、ウッパッソーですね。あ、なんだこれ、ちょっと待って、あ、イーソーローソーのシャンポンかな、ちょっと今迷ってました。まあちょっとメンチン腫れたんで、まあいっかって感じですね。この1曲ちょっと今、町間違えましたね、シャンポン町でしたね。ちょっと今のはなんか鎮逸されたんで、まあ満足、まあ、ちょっと基準が点数いっちゃ取るとはちょっと違うんですけど、ちょっと両面だったらリーチするつもりだったんですけど、まさかのあんなローソー引いてくると思わなかったんで、両面なんないかなと思ってちょっと待ってみましたね。これは難を落としていきたいですね。面単品にしたいんで、
ローピン周りを引いて難を落としていくと。チャンスは小そうですね。まあこれで狙い通り。まあ一応しごろが見えるんで振り替え、と希望を持ちたいんで数ワンから引いてほしいですね。または数ピン、一応三色の可能性も残してリーチしたいんで、チーワン引いちゃうとメンタンピンなんで、うわちょっと手が止まる一番の牌を持ってきて、まあでもテンパればリーチ、どうだ、通せ。まあ、これはあの親に泣かれましたけど、自分も勝負なんで問題ないです。1枚乗ると全然違うんですけどね、かっこよさが。メンタンピン3色、やっぱりハネマンと、ま、マンガンはね、マンガンはよく出るんで、ハネマンになるとちょっと大物手かなって感じに、ちょっと上がったぞっていう感じになるので、でこの手もまあそこそこいいですね。リャンウーピンとウッパーピン、リャンウッパーピンでさ、うわこれはちょっともうどうしようもない。二巡目のやりはもうどうしようもないんで、一応タンヤオにはいけるかな。ちょっとなんか上ソーズの方位置ですね。一応イーシャンテン、スッチーワン、パーソー3ピン、ポン、3ピンが1枚。ちょっとさっきまでお酒飲んでて、ちょっとなんとなくノリで今打ってます。ウーピン2枚、リャンピン1枚見えてます。なんだろうな、どぎついハイ引いてきたら3ピン切って降りようかなって感じですね。降りる前にリアムピンが出たら上がるっていう泣きです。ただチーピン通る、これで数残り1枚か、数、あ、数ピン現物ですね。あらら、もうちょっと数ピン現物なんで、あ、でも3ピンだとフリー点か、私3ピン切ってますね。じゃあまあどっち切ってもって感じですね。ドラの上腕引いて、刺し子っぽいピン付けになれば十分です。
安ピン3枚切れなんで、もしかしたらここジャントで使う可能性もありますね。3ピン切ろうかなと迷っているとこです。の上も全く切れてないんで、マンズは3ワンのまたぎ筋注意ですね。リースリースリャンウーか。あ、ピンズか。まあピンズの上は9ピン掴んだ時点であちゃーって感じだったんで、9ピンは絶対切らない牌だったんで、まあまあいいかなって感じですね。親、うわ最低な牌、親なんでなんとかドラ切ってもいいんでピン、おう、チートイツにはしたくないですね。 E1 次積もればチートイですけど、親の時に攻めたい時にチートイはちょっと上がれる見込みがないので、サブローワン引いてピン風にしたいとこ。サブロー1引けば一件落着なんですけど、形が良くないですね。ハンズをどう処理しようかなと。まあ6球層から引いてくると思うんで、リアンワン切りのサブローは引いてドラリーチかな。でも急走引くようなフォーしちゃうと、ここなんとか処分したいんですよね。ドラちょっとこの形でリーチ来られちゃったらもういっかなって感じですね。ピン3枚見えなんで、E ピンがもっとパラパラ出てきていいんですけど、なんか切れてないですね。シャンポン待ちはありえますね、この E ピン。ションパイなんで。えげつないな。リータン、ドラさん。トン4局。やっぱりトンまでもう15分ぐらい経ってるんで、早く進めないとみたいな。この本来の麻雀 MJ に関係ないプレッシャーみたいなのが出てくるの で一番最悪なのが取ったけどアップできないと、これが最悪なので、
初は泣かないですね。ちゃんとにするか切っていこうか、まあどうなるでしょうかっていう感じ。ゴロチ、ゴロチとドラの3品引いてくるといいんですけど、まあ、マンツも両面になりそうなんでこの辺かな。で初落としていって、まあ普通こうなるかで、3ピン引いてくるかゴロチ、あ、6チッパの方が早そうですね、3色であれば。ただ一応いきなりパーピン持ってきたみたいな予想外もあるので、その9ピン先切りみたいなことはしないです。普通に3ピン持ってきて D ピンドラ1がいいとこかな。うん、まあゴロチも6チッパも難しいとこですね。ドラを優先すると思うね。確定6チッパじゃないので、これでウッパーピンになってましたね。ドラを切っていけばですけど、ドラなんかより6チッパの方が優先だっていうんであれば、パーピンで3色。ただ確定3色じゃないんで、まあ普通にドラの方でいいんじゃないでしょうか。これ トップの直撃なんでかなりいい上がりですね。しかもマンガンなんで、トップから直レタっていうのは結構大きいですね。で一応トップでナンバーと、時間は17分。で、まあ、リーチは早そうな手牌である。イーシャンテンだったら、あのイーシャンテンならシャアの一泣きでシャアの未先天で2茶の親を流してあげるっていうのはかなりいい方法だと思います。あ、これでシャア泣きますね。シャアポン先天。ユーアに両面でくっついたらシャアを落としていきます。シャアが出ればポンでしたけど出なかったのでピン不敬にと。できればイースーピンでリーチをしたいとこです。これはもうなんか上がれる気しかしないですね。自分の理想通りのいいスーピーになったんで、まあ点数安いけど親流しって感じですね。二茶のもともとあのシャアの未宣伝一泣き天敗で二茶の親を流してあげるっていうのが目的だったので、むしろ残酷は高い方じゃないでしょうか。ここはこの場は点数じゃなくて二茶の親を流すっていうのが一番の目標だったんで、まあ、リーチで流した、面前で流したのは最高だなと。これは形良くないんで、本一もあるかもしれません。この親も流してあげたいですね。
リーのみでいいんで。チートいいかな。ちょっとこの8899の形はチート以外はテンパイ難しそうなんで、 C12 連チャンの鬼引きでもしない限りは。でもここはあの手役を狙ったり点数の高さ狙う場じゃないので、で親は想図の染めてなので、親から親はマンズとピンズ勝負すると思うんで、親からロンっていうパターンかな。あれ違う、しかもなんだ、いやこの泣きはもう薬杯のみみたい。チュンか、うん、なんだ、白、初のあんこくらいかな可能性として。あれ初上持ってた、羽マンでトップ逆転ですか。4100点差なので、まあできればトップでオーラス迎えたいので、これは別に、つかイーシャンってんですね。ああびっくりした、ダブルリーチの可能性もありましたね。3つは見なくていいです。マン、あこれ今言おうと思ったんですけど、ピンズにくっついたら3色も見て想像として、あれ裏目って、ちょっと迷うな、しごろにしよう。ピンフ三色を見て、でリーチと、ローワンだと親マン、三ワンだとニック、オール1ピンフツも13オールで、裏が乗れば一応トップには立ちましたね。でここが勝負、ここで今の点差だといつでも逆転可能なんで、親マンを上がりたい。お山見える手牌ではあるので、そうです、今三蔵を引いてって言おうと思ったんですけど、すごい10枚に引いてきた。まあここじゃんとですね、あ多分ほらでマンズをくっつけてこのペンちゃん落として、すごい言う通りになる。で、ソーズ2メンツ、シゴロの3色と、まさに私が、お、すごい、なんか、思い描いてた通り。イーペーコはいらないんで、ドラの方の3つを持っといて、もう、ここは十分なんですけど、正直、闇で、ま、親マンクラスなんですけど、あえても、これ以上手が変わることないんで、腹決めのリーチってやつですね。リーピン3式ドラドラのインパチを上がって、はい、トップ確定と。しかも2茶から直撃なんで、これは偶然ですけど最高ですね。リーピン3色ドラさん、三蔵
ウーピン赤一。さて今の一曲はちゃんと狙い通りに、あの手筋も、まあ、角が来たのは偶然ですけど、ちゃんと狙って作った手なのでいい一曲だったなと。まあ上がれたのはその結果論なんですけど、このぐらい点差離れると日争いとかが始まるので、泣いてもらえるような牌をポンポン切っちゃって、誰かポンしてくれると楽だったんですが、ちょっと泣いてくれなかったですね。でピンフの実で上がれるかな、ピンフイーペーコーデチーピンビキンを考えて、これで差し子も見えますね。数ピン引いてきてピンズの上払っていって、あチートイも一応見えるか。数ピン引いてきたら3色の方に行きたいと思います。多分このチーピン捕らえられた人はもうあっさり上がっていると思いますね。ドラ引いてきたらチートイでいいかなって感じですね。でこっちはソーズでもないんで厄牌ですね。これは意味もない泣きですね。多分これ満貫にも見えないんで順位変わらずの論だと思うので、ちょっと理解ができない。チューンでポンかな、ロンか、あれこの泣きだったらもう厄牌ぐらいしかないんで、チューンじゃないとするとランなしペイか、ペイをあんこで持っているか、まさか後付けのペイのみ先手と私は絶対しない。ペイが1枚しかないんで、あ、オーラスじゃないっすですね。あれ、ちょっと今私オーラスだと思ってました。ちょっとなんか両ピンは引いてきそうな気がしたので、ピンフイーペーコー、あこれは闇でいいでしょう。雨の三蔵が残り1枚しかないので、んなんだこれ、え、なんだ役ないぞ。まさかリンシャン狙い、背底狙い、それとももう嫌になって適当に打ってるか。ちょっとこの数ピン、まあそもそもあのチー789のチーと3ワンポンの地点でどう頑張ってもドランコじゃない限り1000点だろうっていう、ちょっとまあどう超高許容範囲を広げてもない上がり、ない進め方ですね。これはまあ順当に2差しになってくれれば。で、2差しの、まあ、ルーパーピン、6球ピンになれば、理想通りかな。ローワンちゃんとに見えるんで、これなのでチーピンにくっつけてカンちゃん待ちでもいいんでチーピンにくっつけたいです。まあカンローピンか、
ちょっとこれあのサブローピンに見えますけど、貫ローピンで見てますね、私は。ニサシのタンヤを3色ドラ1に見てるんで、ただ一応3ピン引く可能性も考えてこんな形になってます。ローピン3ワンチーですね。まあ面前で張ってくれればリーチするかもしれない。どうだろう、これはこの進め方だと赤ウーが出ちゃうんですよね。3番ローピンはとりあえずチー、あーローピンがポンされちゃったん で点数状況的に3色にこだわらないといけないわけじゃないので、2ピン切ろうかな。ちょっとこんだけ勘されると、すごいね、数アンコ短期まで見える手ですね。ここで一回ローワンチーワン切っといて、何か違う街に振り返ると吸ったんですね。まあただ自分が2茶なんで絶対トップ取らないといけないような状況じゃない限りは普通に私も上がると思います。ちょっと気分転換に半チャンをやってみて、あ、トップだからお金かかんないんだ。120円はかかんない。これもどうなんだろう、ハンチャンとトンプー戦成績が一緒になるのか、ハンチャンはハンチャンの成績。あれ？なんかすげえ。あ、ハンチャンだと料金2倍の代わりにプラマイも2倍なのか。4茶だと逆にマイナス160か。一気に単位が今落ちるとこでしたね。ちょっと気分転換にハンチャンやってみて、まあやってみました。トップ取れてよかったです。ハンチャンだと成績プラマイも2倍みたいです。馬代も2倍、1茶だと75の2倍、150、4茶だとマイナ80の2倍、160マイナスと。なのでまあハンチャンでも、ハンチャンの方がなんか得意なんですよね。まあハンチャンしかずっと昔からハンチャンばっかりなので、まあちょっと気分転換にやってみました。でも基本はあの MJ はトンプまたは上級卓で今後やっていくと思います。いつも見てくださってどうもありがとうございます。あのコメントとか評価とかかなり嬉しいです。